無理やり作ってしまって、そっちに計算を委ねるっていうのと、まあ、二つに分けられるっていうのを言っていて、で、なんか今日のピクシーとかそれがなんか混ざり合ってるような感じになってるなっていう気がしたんですよ、ね。っていう理由と、その既存の制度の分類論みたいなものに対しても、結構重要な、うん。まあなんか融合しちゃっていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ、だからその成田さんがおっしゃってることの多分大きいことは、多分そこで言ってるその市場っていうのにある種計算させちゃってっていうのは、そこで言う多分その想像力とか、そのなんか理解度っていうか、どれぐらいその計算できるかとか、そういうことと の, この違いみたいなのを生むんじゃないかなっていう印象があって。一緒にしちゃっていいっていうことを、うん、ちょっとあまりよくわかんないっていう。ある種のその計算能力とか知性みたいなものっていうのは一回切ってしまうことには達成するってあると思うんですよね。それはその市場の問題もそうだし、だからその結局そのワークするかどうかっていうのが大事なんで、その雇用システムが本当にワークするかどうかっていうのは相当いろんなサブシステムが周辺に来ないと、市場自体も多分そうで、純粋なピュアな市場っていうのはそれ自体でワークするわけじゃない。結構いろんなサブシステムによって支えられてると思うんですよね。いろんなズルもできるし。で、その計算能力とかも、その、なんだろう。まあ、単なるそのリソースアロケーションのレベルで考えたら、その確かに市場というのは計算できる最適なね、なんか、まあ、パレートサイズになりますとかって話はあるんだけども、でも、多分、実際にワークするかどうかっていう話って、それだけじゃないですよね。だから、そう、鈴木さんとね、シェフとか、ピクシーと化学メカニズムというのを、ある点で同じところがあって、それは複雑なレオパ、パラメーターに還元するということですよね。そういう市場メカニズムの場合には、この財にこのプライスという形で持ってプライスをこう要約してね。それで、鈴木さんのは、その人に、その貢献度において人に、その、なんというか、このパラメータを還元するって。だからと人と人との関係ですね。そう。にパラメータを置く。うん、そうですね。で、その、次元が増えるじゃないですか。例えば銀行口座って、その100万に対100万口座でいいんですよ。データとしては。でも、ピクシーって100万かける100万必要なんですよ、ね。情報量増えて、複雑ですよ、ね。で、まあ、その、最初に話した認知システムと、その、人工物との共振化の話と関係すると思うんですけど、別にその、人工物の方の計算能力が上がって、いうことによって、今までその人間のその、が、ここまでしか複雑にできなかった社会っていうものを、もっと、なんていうかな、複雑にできるんですよ。で、つまり、で、今でも理算化したわけですね。個人のレベルで理算化してたと批判できますよね。でもこれも、技術によって、100年スパンで突破されていくと思うんですよ。それは、つまりその、計算能力とか人工物の知能とか能力、まあ、市場も一個の人工物だと思うんですけど、そういうものの能力というものが、どんどんとコンピューターとかその他の技術によって、さありとあらゆるいろんな技術によって、その発達すればするほど、社会っていうのは複雑なまま社会として持っておける。で、今まではそれが、その、まあ、今まではって言うかどんどん変なんですけど、昔から比べればどんどん複雑なんだと思う、社会って。まあ、その、まあ、まさにこれちょっとブーマー的な話になる、んですけど、その複雑性っていうものを縮減しなきゃ、人間っていうのは生きていけないわけですよ、複雑すぎて。その複雑性の縮減っていうものが、その、ある程度、また縮減しなくてもいいように、人工物自体がサポートしてくれるように、技術っていうものは今までも作ってきたし、これからも作られていくし、その中の、まあ、あくまでも今議論したのは中間生成物に過ぎなくて、1000年後には全然違うシステムが出てくるし、っていうのが、まあ僕の、なんていうかな、社会システム感というか、歴史感。だから、複雑になる余地ができたんですね、コンピューターに。うん、ただ、情報を縮減してるという意味では、縮減してるんですね。してますね。ただ、それが、うん、そういう人と人の関係を、その個人に縮減するっていう、そういうことをね、機械でやっちゃうっていう。そうです。実際、だけど、科学メカニズム、あれですよね、昔のアローとハービッツなんかは、その科学メカニズムっていうのは、結局、まあ、コンピューターみたいなもんでね、科学というのは、こう、最大化問題を解く、ラグランジ、乗数を解くっていう、そういうあれだっていうことですよね。だけど、その時、財の数っていうのはものすごい巨大なわけで、人口の数より多いわけで、人の数よりね。
だからそういう意味でプライスメカニズムというのが、まあ、非常に複雑な計算システムだっていう、そういう類推は何とします。そうです。藤井さんの基本的な考え方を知りたいと思ったのは、まあ、特に社会を複雑化していったり多様化していくっていう時に、僕は特にこれを指す考えとかにすぐ思い浮かぶんですけど、基本的にはそういうあのテクノロジーで、まあ、あの定型化しやすいところがどんどんサポートされながら社会システムを複雑化することによって、まあ、例えばあの社会システムから出すっていう、例えばその暴力っていう問題が、まあ、極力解消されてるとか、例えば、まあ、貧富格差だったりとか、いわゆる優劣感っていうのが、まあ、より、あの、本質的に見て差異は発生してるんだけど、個人間同士があまり優劣性を感じなくなってくるとか、っていう、そういう社会モデルが、まあ、300年後かわからないですけど、出来上がってくるんじゃないかと、そういう、プロスペクトに考えられてるって感じで。その、社会の将来像ですね。要はその、あ、社会の将来像としては、だからその、なんだろう。ちょっとホメオスタシスの話は置いといて、社会の将来像としては、要するにその、まあ、ものすごくわかる、まあ、最初に話すべきだったと思うんですけど、ものすごくわかりやすく言うと、まあ、一人一人が、その、社会の中に、まあ、多重帰属していて、で、なんか、例えばその、属性で人を語るじゃないですか、人って。なんか、この人は大学の先生だとか、この人はなんか、あの、サラリーマンだとか、この人はアメリカ人だとか、この人は女性だとか。そういう属性で物を語りますよね。そういうのがなくても生きていけるような社会っていうのをその作りたい。でその属性の中にやっぱりその国家っていう属性、国籍とか国家の属性もあるし、女性男性っていう属性もあるし、いろんな、ねまあ、年齢とか、ね、職業とかいろんな属性がある、組織に所属してるとかっていうことですね。でそれがそのなんかみんないろんなその混血状態っていうか、いろんな属性の混血状態になってる。タグ的な世界ですね。そのツリーじゃなくて。いうふうな形になっても、ワークするようにしてるんですね。今までは、この人はこの職業でってやらないと、助成金も得ないんですよ。助成金っていうのは、例えば、なんとかにっていう会社に所属してるから、国から助成金が下りるみたいな。しかもそれは何万円以上の給料払ってる場合とか、非常に理想的なんですよね。そうすると、ものすごいミクロなチューニングみんなしてるわけですよ。それ最適化するために無駄ですよね。うん。だから、まあ、累進課税の話とかもそうなんですけど、結局そのなんかもう、ぐちゃぐちゃなんですよ。いろんなミクロな制度っていうのが導入していって。もっとそれを滑らかにして、することによって流動性が出てきてダイナミックになるような社会、うん、ができないかなって。それ自体はじゃあ最終的にその数の安定性、じゃあ褒めをさすのにつながっていくと思うんですけど、実現していけるっていう。それ自体で、今までの技術だとホメオスタシスっていうか秩序の、は維持できなかったわけです。うん、今までは。技術的に無理なんです。うん、それが、まあ、例えば、まあ、300年前とか200年前の話にすると、その技術、科学技術とか統計技術もないから、国家が国民をか、戸籍調査をしてコントロールすることができなかったんですよね。で戸籍調査をやって、メンバーシップをちゃんとその登録するとかってことをやって、で、ようやく投票権与えられるじゃないですか。だからそういうのとか、いうのも、なんか、要するに国の人口統計とかね、まあ、統計ってスタティックスですね。ステートっていう。まあ、その国の状態を知るっていうことですよね。そういう技術によって初めて可能になったわけですよね。で、そういうのと同じように、今までのその技術だと、今僕が言ったようなことは無理で、まあ、しょうがないですよね、無理なんだから。ワークしないんですよね。それが、その情報技術を使うことによって、よりそういう、それでもワークするようになるんじゃないのっていうのが僕の、その提案なんです。